人は、まあ、長い時間を一緒に過ごしてると思うんですけれども、お互いの印象ってどう感じてるんですか？いや、僕は中学の時から知ってるんですけど、まあ、僕の勝手なイメージかもしれないんですけど、結構こうドリブルからのシュートっていうのがすごいなんか印象があって、いや普通にうまいなってずっとなんかよかめしでやってた時も、お互いこう試合のメンバーに入れなかった時とか、いつもその後にまあ、ベンチ外のメンバー外の選手でトレーニングとかするんですけど、まあ、その時よくこうゲーム試合形式の練習とかするんですけど、その時もなんか結構一人だけズバ抜けてる時もなんかあって、あとなんかこうシュートあんまり打たれたくない選手の一人だったので、いろんなところにシュート打ってくれる、なんか大体そのキーパーって割と相手の癖とかを、まあ、こう分かってて、例えばじゃあこういうシュートとか得意だからそれをちょっと頭に入れるところとかあるんですけど、いろんなシュート打ってくるんで、ちょっと未だに分からないんですよ。なんか股とか股下とかやられたりするんで、よくなんかもうだから、はい、ちょっとシュートの部分でいろいろこう悩まされてます。褒められてますか？素晴らしい。お世辞じゃないんで、お世辞じゃないんで大丈夫ですよ。ちゃんと正直に言ってるの。そんなに褒めてくれたら、ちょっと俺も言わなきゃよね。言ってくださいよ。いや、いいっすよ。なんかこうキーパーのことってフィールドはこう分かりづらかったりするんですよ。なんかどこがすごくてどこがダメでとか、まずなんかこう、まあ、自分が思うにはバランスがいいっていうのかな、あんまり苦手なことがないような感じがして、足元もうまいし、まあ、スイビングも全然うまいし、で左足のキックも結構できるよね、一斉は。うん、まあそうですね、そこは左足でゴールキック蹴ったりするんでしょ、左足で。ああ、はい、ユースの時は蹴ってました。それとかなかなか見ないんで、キーパーだと。そこはすごいと思いますよね。やっぱ世代別代表とかも経験してるんで、すごい選手だなとは思ってますよ。でもやっぱ股は入れられますね、結構。股は、そうなんですね、はい、入れられます。うん、やられますね、バースに。今度それを読んでくると違うコース蹴ってくるんで、本当なんか、まあ、冗談はちょっと抜きにして、本当なんかそこは、なんかキーパーからしたらすごい嫌な選手だなっていうのは、本当にあります。じゃあもう、もし、まあ、サポーターが練習見れる機会あったら、この2人のシュート練習見ものですね。いや、そうですね、結構やってるんで、うん、去年から景色がすごいんでね、そのまたなのかどうなのかっていう。そう本当にそうなんですよ。今のはサッカー面でしたけど、サッカーから取り組むっていうのはどうなんですか？いや、なんか割と、まあ、去年も横浜市にいた時もそうなんですけど、結構いろんな人と仲良くする人なんだなっていうのは、まあ、感じてて、みんなとコミュニケーションを取ってて、まあ、僕も、まあ、特に去年なんか1年目でこうなかなかこういきなり年齢が離れてる選手と話すっていうのは難しかったんで、最初は特に結構話したりしてて、話しやすくて、まあどんどんそのおかげで馴染んでいけたっていうのはあるので感謝します。それはでもね、俺もこう1年目はさすがに結構馴染みづらくて、そこは俺も苦労した部分かな。やっぱベテランの人とか、そうこう行きづらいよね、自分から行きづらいですね。それは俺も結構時間かかってこうちょっとずつ仲良くしてもらう、出るようにはなったけどね。いいっすよ、なんだろうな、まあ慣れたら結構先輩もいじったりするんだなとは思ってて、自分にはあんまりしてこないんですけど、うん、YS とかだと自分と同い年の大勢とかすっごいいじってるんで、あ、実は本当でも僕そういうキャラなんですよ。
慣れたらちょっと調子乗っちゃうんですよね。慣れなきゃちょっと静かなんですけど、まず慣れられてないのかなとか。いや、じゃあいじるとこがないですよ。だって俺バーチ君だっていじられてるとこ見たことないですもん。だってあります？ないっすよね。なんかないね、あんま見たことない。 YS でもないっすよ。なんか、うん、そう、なんか完璧なんですよ。ちょっとだからもう いじれない。去年もユースの時もなんかなかったっすね。本当にそれは全然仲良くないとかそういうの抜きで本当にないっすよ。本当にマジで、うん、だからなんかこう同い年のやつをいじってるからそれなんか新鮮でしたよ。その YS に入ってきてから、うん、やっぱユースの時は1年1-3だから学年がなかなかそういうことできないと思うんで、そうなんですね。やっぱトップ入って、はい、ああなんかいじるんだと思って結構面白いです。見てて面白いですね、うん、実は調子のんなって思われてるかもしれないです。いやいやいや、バーチ君に全然やってほしいよ。見てて面白いから。いや、そうですね。ちょっと大成君はいじりやすいんで。そうだね。大成君はお気に入りですか今の？いや、あんま好きじゃないです実は。とかも言えるんですよ。だからそういうことね。そういうことね、はい、そうなんですよ。ちなみに新しい、まあ新しいって言ったら変か、 YS の今の選手で仲いい選手、仲良くなってきた選手いますか？まあ、ディエゴ君とか結構絡む機会が多いですね。あとはあのクマ君とはよくご飯一緒に行きますね。どんな話するんですか基本的に？ディエゴ君はそんな内容のない話が多いですね。なんだろう、そんなディエゴ君ってそんな感じじゃないですか。そんな大わかりますよね。その、そういう感じですね。まあ、一定楽しいんで、うん、面白い人だなと思ってますし、くまくんはサッカーの話もしたり、私生活の話もしたり、まあ、ご飯誘ってくれるんですよね、よく、くまくんは。だから、行きましょうって言って、行くことが多いですね、くまくんは。僕は、まあ、やっぱ、どうしても年齢近くなっちゃうんですけど、まあ、じゃあそれを。こそ言ったさっき言った大成君だったり、あと、レン君、うん、あとは同い年のトモヤとか、うん、あとはキーパー陣はすごいな、まあ、僕が思ってるだけかもしれないですけど、勝手に、まあ、な仲いいですね、うん、すごい、なんかみんな全員優しくて、いや、向こうはどう思ってるか分かんないですけど、なんかすごい優しくて、なんかとても話しやすいで、まあ。どっちかっていうとキーパー陣とはまあ割とサッカーの話とか、うん、キーパーなんかプレーについてそういう話はするんですけど、うん、それ以外はちょっとどっちかっていうとまあ、ね、そうサッカー以外ですね、うん、まあサッカーの話はしないですけど、しないんだ。なんか真面目そうだもんね、みんなキーパー陣の人たちは。まあ目は真面目ですけど、割と真面目。いやー、ポシュン君、ポシュン君とかどう？ポシュン君とか。あそこ俺も行きたいな。まあでもやるときはやるんですけど、あ、まあまあそういうとこはふざけるときはふざけますね。だいぶ結構いじられるのが好きな人だと思う。なんだかんだそれはいじってあげないといけないんじゃないですか。そうですね、もう再会したらいじるんです。得意だからね、いじるの。そう、得意なんですよ。得意ですよ。